の一番最後、今収まってスタートしました飛び出しはほぼ揃いましたがダッシュの差があって6番松島が先頭です2番手、2番、ミス・マテンロウ3番、タイセイ・レスポンス、外7番、コルレオニス4番、ガイアメンテはまずは5番手からの飛び出しで1番のマシュー5番のアドアプローズと続いています。1,2 2ココーーーーナナー中間から2コーナーにかからにるところで 前に7番のコルレオニスが出ました1バシンリードを取って先頭2番手内に控えて6番の松島間に3番、大勢レスポンス外に4番、ガイアメンテが上がってピッチは緩んだように見えます23馬身がいて2番のミスマ天狼5番手2馬身後方に1番、マシューが後ろから2投目5番のアド・アプローズ最後方です。バッックストレッチ 残り 1000m の標識を通過ししていきました先頭7番のコルレオニスレイデオロサンクハープスターの弟リード、体半分から1馬身です2番手に4番のガイアメンテが続いてドラメンテサンクスタートからの 1000m 通過63秒のペース。 その後三3番手はインコースに6番、松島、父はモーリス、外に3番の体勢レスポンス、ミッキー・アールの子供四4番手、桟橋に開いて2番、ミスマテンロ父はイント・ミスチーフ、あとは離れて5番、アドアプローズ、ジャングルポケットサンク1番、マシュー、ジャスタウェイサンク最高峰です。4コーナーにかかります、7番、コルラオにスピード、体半分から首ほど、2番手、4番、外野メンテ、外から2番、ミスマテンロ動いていった、間に3番、体勢レスポンス、内に6番の松島、第4コーナー、カーブ。 前の4頭1段で直線コースに向かいました7番コルレオニス、4番ガイアメンテ、外から2番のマスマテンロを動いていったんですがまた前の2頭突き放しにかかる4番ガイアメンテ、7番コルレオニスの追い比べ4番ガイアメンテが前に出た7番コルレオニス2番手2番のミスマテンロ3番手3番の体勢レスポンス4番手から前を追っている先頭は4番のガイアメンテデビュー勝ち5ー2着7番のコルレオニス3着2番ミスマテンロ3番体勢レスポンスあとは6番松島と続いています